SD-KFZ-232 は第二次世界大戦前に採用されたドイツ国防軍の偵察用6輪重装甲無戦車である。1932から37年の間にビュッシング、ナグ、マギルス、ダイムラーベンツの3車によりおそらく40両程度が生産されたと思われる。シュベラ・パンザー・ファイク・ワガン・ロクラット。本社の後継として 同じ形式番号を持つ本格的な8輪重装甲車シリーズが作られ、こちらは SD-KFZ232 と呼ばれる。民間向けのトラックシャーシをベースにした暫定的な重装甲偵察車 SD-KFZ231 は、両車との通話に使う短距離無線機しか搭載していなかったため、これと共に行動し、部隊本部との通話ができる、ふう。 11中距離無線機を追加した本社が同時に生産された。車体などは SD-KFZ-232 と全く同型で、これに大型のフレームアンテナをかぶせ、砲塔上部の取り付け支柱は旋回可能な設計になっている。ビュッシング、ナグ、マギルス、ダイムラーベンツ各社の異なるトラック用車シ,シを用いた3種類が存在し、それぞれ車体長や、 細部の作り、エンジンなどが異なっていたが、特に形式番号での区別はされていない。本社は機械化偵察大隊に配備され、徐々に後継の SD、KFZ232 に置き換わっていったが、フランス戦の頃までは第一戦でその姿を見ることができ、またその後も広報任務に用いられた。ありがとうございます。